はい、こんにちは、マッカーです。今日はですね、ヘアドネーションの動画なんですけれども、なんとガチの妹エリちゃんがヘアドネーションしたいと言ってくれたので、今回はバッサリ60センチ切らさせていただきます。妹に敬語を使うのもちょっとあれなんですけど、ヘアドネーションするために髪の毛を結構こう長く伸ばしてくれていて、結構時間がかかっちゃったみたいなんですけど、せっかくなら寄付したいんでっていうふうに言ってくれました。ということで、ヘアドネーションこれからする人とか、バッサリ切るのが好きな人とか、ショートカットの動画を見るのが好きな人とか、参考にしてくだされば嬉しいので、ぜひ最後まで見てください。それでは動画スタートです。じゃあエリちゃん、今日よろしくお願いします。ヘアドネーションだけど緊張してる緊張してるどんな髪型やりたい？いい感じで。なんでやろうと思ったの？ヘアドネーション。どこまで撮るの？あ、撮るよ。人の役に立った。じゃあ、せっかく切るから、かっこいい感じとかわいい感じどっちがいい？かっこいい感じで。かっこいい感じで。わかりました。じゃあ、切りますか。はい。めちゃめちゃ長い。髪は細くて毛並みはそんなにないって感じ。ハンサムショート系にする。長くない？どうしよう。やばい。まだ何も始まってない。真ん中、引きながら切る。これにとって断定するかも。そうそうそう、引きながら、じゃあして、切れてる？切れてる。じゃあした、ちょっと繋がってるかな。あとね、スマートレター入れるから、ちょっとこれで絡めてもらおうね。巻いて調べる。置かなくても。
どこ行ったの？会社。ショートストレート。偉い。社員が増えたから。うん。社員。パソコン買う。パソコン買いに行く。クリップして。うん。明日からね。よろしくお願いします。ちゃんと明日から。これ水曜日になっちゃう。はい。はい、エリ選手どうでした？短くして感想ありますか？悪い外国の方いい感じ使えるのかなOK、まあでもいい感じだったね、ありがとうございます、はい、またです、バイバーイ。